Good evening, ladies and gentlemen. Because of coronavirus, Tokyo and other areas are in a state of emergency. This is horrible news. However, here is another piece of news for you. It's very important. What is it? Please listen. Here we go. はい、金曜12時「睡魔に負けそうになったらすいません」と叫びつつ聞いてください。アギア・ギイングリッシュ。お相手は英語音声学者の小川直樹です。えー、実は今日、えー、と 4, 月の4月24日ですね今日ねアギア・ギイングリッシュは4月24日これで1年目が終了です。えー、去年の5月令和とともに始まりましたそして今日で52回目の放送です。 それが僕一人での放送とは。で、実は教え子でアシスタントのシンガーソングライターのチャーちゃんなんですが、お気づきのように今日もいません。ここのところ、新型コロナウイルスの問題もあってお休みしてたんですけど、ここで重大発表です。あチャーちゃん、別にね、新型コロナウイルス肺炎にかかっちゃったってわけじゃないです。でもそうじゃなくてチャーちゃん実は 卒業します本当はね4月いっぱいで4月いっぱいまで出演してもらう予定でしたえそれで今日正式に卒業式って形で送り出したかったんですよもともと1年間っていう約束だったのえでこの番組自体とりあえず1年間やろうって形で始めましたでチャーちゃんね本当はあの府中から遠いところに住んでいたのもあってまあ1年ぐらいならっていうことで出てもらってたんです。 あれこれこ忙しい中本当によく頑張ってくれました番組ではね本当にいつも元気な声でよく盛り上げてくれたし最近はツッコミの腕も上げましたでもね本当はそんなにツッコミ得意じゃなかったんですよでそれとねアシスタントの必須条件である気の利くところ気が利くところってすごいこれ素晴らしかったんですよ 本当、僕が言い忘れたことをフォローしてくれたり、話をまとめてくれたり、ちょっとマイクがずれてたらマイク直してくれたりとか、そういう機会は数知れず、本当、もうよく頑張ってくれました。でもね、その一方で、今、東京は緊急事態宣言が発令中、今日は4月の14日なんですけどね、本当はね、こんな状況では新型コロナウイルス問題はいつ終わるかわからない。こうなると、 ももうー自身もつらいですよねっつもチューブラリンでこれからしばらくは府中に来ること自体ももしかしたら本当に危険が伴うようになっちゃうかもしれないですしってことでねご本人はいないけど卒業してもらうことにしましたあもう本当急な話ですみませんあもちろんねあの本人も納得しての卒業ですというわけでチャーちゃんご卒業おめでとういろいろお世話になりました ありがとうございました。お疲れ様でした。でもね、全国780万人のチャーチャンファンの皆様、また機会ある折にゲストで出てもらおうと思ってますのでご安心ください。ということで、実はチャーチャンからメッセージが届いております。さあ、それではメスチャーチャンのメッセージ聞いていただきましょう。Here we go。皆さんこんばんは。シンガーソングライターのチャーチャンです。 この度1年間続けてきたアゲアゲイングリッシュのアシスタントを卒業することになりました最近は大流行のコロナウイルスによりチャーちゃんの声をお届けできていなくてごめんなさいアゲアゲイングリッシュの思い出といえば打ち合わせで府中のいろんなお店に連れて行ってもらって美味しいご飯をたくさん食べたり美味しいカレーをたくさん食べたりとっても濃い時間でしたもう、 もちろん1年間英語に触れてちょっとは成長できたと思いますとても楽しい時間を過ごすことができました番組を聞いてくれたあげあげファンの皆さんありがとうございましたチャーちゃんが卒業してもあげあげイングリッシュのことは忘れないでほしいなと思ってあげあげイングリッシュの新しいテーマソングをチャーちゃんが書きましたあげあげファンの皆さんこれからもあげあげイングリッシュを そして、小川先生のこと、よろしくお願いします。なお、チャーちゃんの様子が気になるなーっていう方は、ぜひ、チャーちゃんの YouTube や Twitter をチェックしてみてください。よろしくお願いします。一年間、本当にありがとうございました。以上、チャーちゃんでした。あげあげ、English バイバイ はいそういうことでチャーチャンでしたあ、卒業のメッセージいただきましたなんか最初は食べる話が出てきて <laughs> そこかって感じでしたけど <laughs> まあでもね本当に一生懸命頑張ってくれましたね1年間どうもお疲れ様でしたありがとうございましたあ、それであのメッセージの中でちょっと話してくれましたけど新しいアゲアゲイングリッシュのテーマソングができたんです これね、あの卒業の歌として紹介しましょう本邦初公開っていうよりは全世界初公開でありますチャーちゃんが卒業して「アゲアゲイングリッシュ」は第2期を迎えますで第2期用にもうチャーちゃんに作ってもらいました前の「アゲアゲイングリッシュ」のテーマソングっていうのはもともとチャーちゃんの「カラあゲアゲアゲ」っていう曲の替え歌なんですでもね今度の曲はこの番組のための正真正銘オリジナルです 作詞作曲 by チャーチャンあげあげイングリッシュを一番よく知る音楽家チャーチャンだからこそ作れた渾身の一曲ですマジかっこいい曲ですよ次回からこの曲がオープニングとエンディングを飾りますそれでは聞いていただきましょう It's a brand new song by Chachan. Ah, yeah, yeah, n g l i s h too. Please listen. Here we go. あげあげ English. はいどうですかかっこいいでしょ大人のアゲアゲイングリッシュって感じでしょおしゃれな曲調ですよねそれで言って前の曲同様耳にこびりつくじゃないですかこのアゲアゲイングリッシュっていうのがねこのこびりつく感じが大事なんですよここはチャーチャーにしっかりお願いしといた点ですそれを見事実現してくれましたこれねいわばチャーチャーが残し,た残してくれた卒業制作ですよ本当にね素敵な曲をありがとう で、実はこの新テーマ曲なんですけど、5月1日金曜日の24時から楽曲配信開始です。アギアギイングリッシュ第2期の放送開始と同時ですね。これ iTunes や Google Play Music、Spotify などの全ての配信ストアに,にて5月1日の24時からダウンロード、ストリーミ,リーミング配信を開始しています。えー、開始しますので、チャージャン。 アゲアゲイングリッシュなどで検索すれば出てきますというわけです。ぜひ5月1日の24時から配信ですのでお楽しみにしててください、えー。ところでね、実はもう一点ご報告があるんです。実は来週から第2期の「アゲアゲイングリッシュ」始まりますけど、これ、各週で更新しての放送となります。奇数週つまり第1、第3、第5、金曜に 本放送ですす新ししい内容ででお送りしますで偶数集第2第4金曜日は再放送ですまあ結果として毎週放送はしますけど新しい内容を放送するのは各週となるわけですうんまあいやぶっちゃけねこの新型コロナウイルス問題でお金がなくなっちゃいましてねまあ僕もセミナーとかやってますけどセミナーが開催できないので収入激減ご機嫌斜め状態ですよもう。 そんなわけでアゲアゲイングリッシュの制作費もちょっとつきちゃいました。というわけで、各種制作で新作出していきますので、ちょっとペースダウンします。あ、でもね、実はチャーちゃんの後任のアシスタントも決まってるんです。新型コロナウイルス問題なければ、今日、チャーちゃんとそしてその後任のアシスタントさんも来てもらう予定でした。 でも緊急事態宣言、緊急事態宣言発令中ですからね、一人で話します。何しろ、ラジオフチューズのスタジオは狭いんです。ここで話すことって即濃厚接触ですからね。濃厚大の学生は出てないのに濃厚ラジオになっちゃいますから。というわけで、Tonight I'm alone here in this studio。というわけでね、最後にちょっとだけ英語の話をしましょう。今日はこのコロナウイルス関連の表現をちょっと見ておきたいんですよ。 で、コロナウイルスっていうのは英語でコロナ u s イ o ス、o n a virus っていう単語ですね。コロナとヴイロス。これなんか一緒にするんですよね、コロナウァイロス。それから緊急事態宣言、これを何て言うかっていうと、これは緊急事態っていうのは、a state of emergency, a state of emergency。それで、 安倍,安倍首相がコロナウイルス、えー、緊急事態宣言をしたっていうと Prime Minister Abe has declared a state of emergencyPrime Minister Abe has declared a state of emergency こういうふうに言いますそれから濃厚接触っていう表現ねさっきちょっと出てきたけどこれは cl contact, Close contactClose contact 英語では結構優しい表現を使うんですよ。とい,いう表現を使います。これで濃厚接触。これで分かるのはね英語は優しい表現を使う言語なんです。ところが日本語は難しい言い方をする言語なんですよ。そういう違いが現れます。だから日本人ってね英語をしゃべる時も難しく言いたくなっちゃうんですけど本当は優しい英語でいいっていうことなんです。 そんな感じですね。ということで、そろそろお時間ですかね、えー最初も。最初にお話ししたように、来週5月の放送分から各週で内容を更新して放送いたします。奇数週が新しいもの、そして偶数週は再放送です。あと、日曜日の夜の再放送、これは新しい内容の時いたします。それから木曜の再放送は毎週放送される予定です。というわけで、えー、そろそろ終わりですね。チャーチャー。 本当に1年間お疲れ様でした。なお2代目アシスタントの登場はコロナ問題が落ち着いたらと思っております。で、チャーチャン情報っていうのは、チャーチャンのホームページとか Twitter、それから YouTube などでチェックしてみてください。チャーチャン、それで検索はチャーチャン、ひらがなでチャーチャン、あるいはえローマ字で CHAA、CHAN。H A A C H A N CHAA, CHAN で検索してみてください。というわけで、今夜のお相手は小川直樹でした。それでは、see you next week! Enjoy English and enjoy your life! それでは皆さん、ご一緒に、あげあげ English! チゃあ、じゃあ、お疲れ様でしたバイバイ なか <laughs> なゃいけない。